それでは帝国午後7時を迎えましたので、このヒルサイドつながりの森開国博 Y150 をお祝いいたしまして、ただいまより巨大バッタ復活の儀を執り行いたいと思います。この方にご登場いただきたいと思います。東京都文京区稲子神社よりお越しいただきました小松ゆり様より巨大バッタ復活をお祝いいたしまして、祝詞を頂戴したいと思います。どうぞご登壇ください。皆様拍手でお迎えください。それでは皆様頭をお下げください。清めたまえ、バッタの神たちもろともに。まずですね、私がヒルサイドにと申しましたら、皆様で巨大バッタ現ると返していただきたいんですね。それでは行ってみよう。ヒルサイドに巨大バッタ現れ。ありがとうございます。非常にスムーズな触覚立ち、今日はバッタも気合が入っております。どうもありがとうございます。昔昔、まだこの星に人はおろか鳥さえ姿を現していなかった時代、地上を支配していたのは体を硬い殻で覆われた虫たちでした。今では想像もつかない巨大な虫たちが住む世界があったのです。いつしか言葉を交わし始めた人は偉大なるバッタを崇めるようになりました。荒ぶる神、突然やってきては全てを奪い、やがて去っていくバッタたち。人は自らを戒め、至る所にバッタの像を建てました。斧、槍、そして松明を手に人はバッタを攻め立てました。たまらず空へと駆け上がるバッタの羽にあられのような石つぶてと炎の矢が浮かされました。地上には人の死体とその何百何千枚ものバッタたちの死骸。バッタは少しずつ数を減らしていきました。巨大な体を持つ彼らの逃げ場所はありませんでした。この地球に残されたバッタはあと一匹。巨大バッタが沈んでいきます。かつてこの世界の王であったバッタが今歴史の闇に消えてゆこうとしています。さあ皆様手拍子でお迎えください。ありがとうございます。ありがとうございます。やってきた彼らこそはこのヒルサイドつながりの森に来ること2000年代々伝わる踊りをここ現代に伝えてまいりましたヒルサイドつながりの森村さん、皆様でございます。さあただいまよりバッタ完全復活のための踊りを披露していただきます。彼女こそはライスボール国務長官でございます。元来ライスボールの元である米とバッタとは災害等によって旧敵であったわけですけれども、今回は弱った巨大バッタのために発散しました。さあヒルサイドつながりの森に伝わる伝説のポーズ、命のつながり決まった。さあこれより今度こそバッタを復活させるための祈りの歌を披露していただきます。スクラーニー由美子様、どうぞご登壇ください。オデダリオスセンティトドミドソライジョランドジョランド。
心一つ。